ジョージアとロシアの関係では、コーカサスに所在するジョージアと、ロシア連邦の関係について説明する。ジョージアもロシアも共に1991年までは、同年に解体したソビエト連邦を構成する15、共和国のうちの2国を前身としている。国会東岸に所在するジョージアは、コーカサス山脈を挟んで北側に、大国ロシア連邦、南東にアゼルバイジャンとアルメニア、南は、 トルコと境を接する共和制国家である。ジョージアは1991年のソビエト連邦の崩壊以来、ロシア支配からの脱却を図り、欧米に接近する政策をとってきた。ガムサフルデア1991年のソ連崩壊後、グルジアソビエト社会主義共和国を前進とするジョージアは、ロシアの主導する独立国家共同体への不参加を表明した。 CIS への参加拒否は、旧ソ連の内バルト3国を除けば、ジョージアただ1国であった。これは、主として、ジョージアロシア間の政治的対立によるものであったが、一方では、ジョージア国民たちの旺盛な独立心に由来する、ものであった。1991年5月26日、旧ソ連構成国15カ国中最初に行われた、ジョージアの大統領選挙では、 急進的な民族主義者のズビアドガムサフルディアが86%の得票率で対象して初代大統領となった。1991年12月、ベラルーシのミンスクにロシア、ウクライナ、ベラルーシ3カ国の首脳が集まり、ソ連邦解体と CIS の発足が合意された。CIS 発足式はカザフスタンのアルマトイで行われ、 旧ソ連構成国11カ国が参加している。新生ジョージアはこのようにロシアからの自立を目指したのであるが一方では国内にジョージアからの独立を掲げる勢力も存在していた。南オセチア自治州ではグルジア政府が1990年にグルジア語使用を同地の多数派であるオセット人にも強要したことからオセット人たちが反発し自治共和国への昇格。 さらに、ロシア連邦の北オセチアとの統合を要求して、紛争に発展した。当初この紛争に、ロシア共和国のエリチン政権は直接、関与しなかったが、しかし、ロシア領北オセチアに難民が流入したことで、ロシアにとっても重要問題となった。また、ソ連中央政府が弱体化したため、ロシアがそれに代わる仲介者の役割を果たそうとした。 九百九十一年春以降、ロシアとジョージアの間で交渉が重ねられ、同年三月のエリチンガムサフレディア会談によりある程度の合意はなされたが、やがて両者間の立場は開いていった。アブハジアでは九百八十年内公用から、グルジアからの分離独立運動が展開され、スフミでも暴動なども起こっているが、九百九十二年七月、アブハジア独立宣言を行い、 アブハジア戦争に発展した。しかしながら、アブハズ人はアブハジアにおいては、必ずしも多数民族ではなく、実に、全体の2割以下を占めるに過ぎなかった。ジョージア軍は、ロシア領から流入したチェチェン兵らに配送し、1993年8月に、スフミが陥落、同年12月に停戦がなされた。この時、二十数万のグルジア人たちが、国内避難民として、 距離を追われている。ガムサフルディアはまた、その強権的な政治姿勢が原因で反対者が武力闘争に及ぶ事態となり、ロシアのボリスエリツィン大統領も CIS 参加を拒否したガムサフルディア政権を支持しないと宣言した。ガムサフルディアは失脚したが、上述のスフミ陥落の頃ガムサフルディア派の放棄によってジョージアは内戦状態となった。 ソ連解体後の旧ソ連諸国は大きく二つに分裂した。一つは親ロシア派のグループであり、カザフスタンやベラルーシのほか、資源をロシアに頼るアルメニアやキルギスタン、タジキスタンが含まれる。もう一つはロシア支配からの脱却を図り、主として欧米に接近した反ロシア派のグループであり、ウクライナやウズベキスタン、アゼルバイジャン、モルドバなどが含まれる。 ジョージアは後者に属したが、後者のグループは1997年、それぞれの国の頭文字を取って、グアムを葬式している。シェワルナゼ2000年3月の CIS、サミットシェワルナゼ、コチャリャン、プーチン、アリエフ1992年のガムサフレディア失脚後、政権の座に就いたのは、かつてソ連外相を務めた、グルジア人のエドアルドシェワルナゼであった。シェワルナゼは、ジョージアに、 一応の秩序を取り戻し、ロシアの仲介により1992年6月に南オセチアとの停戦協定を結んだ。さらに、ロシアとの関係改善を重視し、1992年6月のロシアとの国交を樹立し、ロシアの支持を得て、翌7月には国連加盟を果たした。1993年に CIS に参加し、 1995年11月の大統領選挙で圧勝の末、第二大大統領に就任してからは、若手を登用し、憲法を採択し、新通貨、ラリを導入するなど国家体制を整備して、安定政権を目指した。しかし1990年代後半以降は、シェワルナゼは、ロシアとの対立関係を強めていく。まず、アメリカ合衆国の支援とアゼルバイジャンの兵がある。 アリエフ大統領との名友関係のもとで、パイプラインの誘致などの施策を展開した。これは、ジョージアの規制学的位置を最大限活用し、西側諸国との連携を追求したものであった。しかし、シェワルナゼ政権による国内の経済的な立て直しは、父として進めなかった。失業問題は一向に解決されず、停電やガスの停止、断水の状態化に加え、 歓会の腐敗が蔓延した。これはシェワルナゼ時代のジョージアがロシアからのエネルギー制裁をもっと顕著に受けてきたためでもある。ジョージア及びアルメニアはほとんどのエネルギーをロシアに依存してきたのであるが、この時期ロシア側が電力供給を極めて低い状態で制限したところから長年にわたり電力不足状態が続いたのである。 地方では全く通電しない場所すら多かった。2006年5月に、ウクライナ郵便が発行した、グアムサミット開催記念切って1997年、シェワルナゼ政権は、ウクライナ政府の呼びかけに応じて、アゼルバイジャンモルドバと共に、常実のグアムを結成した。これは、ロシア中心の再統合の動きに対し、トルコを経由して、パイプライン、鉄道などを建設し、 ロシアを通さずに直接西欧市場と結びつく可能性が模索されたものであった。1990年代にあってはロシアの周囲にはアゼルバイジャイ国内のナゴルノカラバフ共和国、ジョージア国内のアブハジア共和国、南オセチア共和国、モルドバ共和国内のソイドニエストル共和国という4つの 未承認国家すなわち国際的な承認が得られていない国家が存在し大きな意味を持った。これらの地域は本国からの分離独立を目指して本国と対立し、それが紛争に発展するやロシアの支援を得て本国に対して軍事的に一定の成果を得て、さらにロシアが本国に対して様々な条件を突きつけた上で停戦を仲介し、 事実上の独立を獲得している書店において、相似の関係にあった。また、4地域はそれぞれ政府、議会、軍隊、警察、独自通貨などといった国家の要件といわれるものを一通り備えており、実際に選挙や国民投票なども行われてほとんど国家の体裁を整えている一方で、本国の主権が全く及んでいない点でも共通する性格を備えていた。 1990年代後半以降、似通った歴史的経験を経て、共通の課題を抱える4つの未承認国家は、しばしば4カ国外相会議を開いている。その際、外相会議の議場を警護していたのが、ロシア兵だったことは、示唆的である。プーチン21世紀初頭前後、旧ソ連諸国をめぐる国際情勢は大きく変化した。ソ連解体当初は、 混乱が見られたロシアでは、ウラジーミル・プーチンの政権が成立して、以降は安定性を高め、旧ソ連諸国に対する求心性を再び回復してきた。また、冷戦終結後、唯一の超大国となったアメリカ合衆国が、北、大西洋条約機構の拡大や、ユーゴスラビア・クーバークなどを通じて、ロシアとの対立を深め、旧ソ連諸国に関与の度合いを深めた。 さらに、アフガニスタンのターリバーン政権やロシアのチェチェン共和国のイスラーム教過激派の活動の活発化などに見られるようにイスラーム圏の影響が強まった。一方で、中国が高い経済成長を背景に発言力を増し、2001年結成の上海協力機構などを通じて旧ソ連諸国に経済的な働きかけを強めた。こうした諸要因によって、 旧ソ連諸国は変貌を余儀なくされたが、それに加えて次の二つの重大事件が大きな衝撃を与えた。一つは2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件であり、ロシアはテロリズムとの戦いを掲げるジョージ・ W ・ブッシュの政権に協力し、一時的に米ロ関係は好転した。それはタイター・リバーン政権のため、 ロシアの裏庭にあたる中央アジアに、米軍基地が置かれたほどであったが、後に起こったイラク戦争などで、再び米ロ関係は悪化した。2003年11月のバラ革命もう一つは2003年から2005年に、かけて、ジョージア、ウクライナ、キルギスで、それぞれバラ革命、オレンジ革命、チューリップ革命という民主化革命が相次いだことである。 これらはそれまで権威主義的体制にあった他の旧ソ連構成諸国を大いに動揺させたのである。ジョージアで起こったバラ革命はアメリカ合衆国政府やジョージ・ソロスのオープンソサイティ財団からの支援を受けたと言われるが、その原因の一つには上実したように、ロシアの制裁によるジョージアの電力、エネルギー事情の劣悪さがあった。首都トビリシでは電力を求める抗議行動が幾度も、 繰り返された。ただし、アブハジアや南オセチアではロシアから直接送電がなされていたと言われている。シェワルナゼのロシアに対する融和的な姿勢もジョージア国民の反感を引き起こしたのである。こうした中で、21世紀のロシア外交において最も基本的な姿勢として顕著になっていくのが多極主義世界の追求である。すなわち、世界は アメリカという唯一の局と、その他の複数の国々から構成されるべきではなく、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど、複数の局から成り立つべきであり、ロシアは、政治的にも、経済的にもそれらの局の一つとして機能し得ると、みなす立場である。これは、古典的な勢力均衡の思想に範を置いている。ブルジャナゼ・サーカシュビリ2003年のバラ革命の後、 暫定大統領に就任したニノブル・ジャナゼや革命の立役者で2004年1月の大統領選で圧勝したミヘール・サーカシュビリなどアメリカで高等教育を受け通訳なしで CNN に登場できるようなポストソ連世代が政治権力を握るという事態はロシアとしては容易に受け入れがたいものであった。サーカシュビリが第3代大統領となったのは 当時36歳という若さであった。ロシアとしては、旧ソ連諸国に対しては、自らと異なる極とみなすのではなく、むしろ自身の影響権とみなしがちであり、それゆえ、その政策は外交というよりも内政に近いものとなりがちであった。しかし、相手国は、ロシアとの関係を対外政策として位置づけているために祖語が生じるのである。 ジョージアの場合も同様であった。ただし、プルジャナゼやサーカシュビリに対するロシアの懸念は、単に、アメリカ的価値観に対する警戒感というだけでなく、アメリカによって始まった2003年3月に、始まったイラク戦争が長期化したり、あるいは、この後、大イラン戦争が開始されるならば、南コーカソスにあって、文明の十字路としての歴史を有してきたジョージアが、 作戦上の要衝として浮上し、そこにアメリカ軍が常駐するのではないかというものであった。そして、やがては、イラクやイランのミサイルのみならず、ロシアのミサイルをも無力化しうるアメリカのミサイル防衛システムがジョージアに導入される可能性もあり、さらにはそうした動きに乗って、同国のナトウ入りの話が現実のものになっていくのではないかという危惧を伴っていたのである。一方、 バラ革命による政権交代劇はムスリムのグルジア人が多く居住し、ジョージアに対して反独立状態にあったアジャリア自治共和国内では厳しい批判にさらされた。アジャリアのアスラン・アバシゼ最高会議議長はジョージアとの協会を閉鎖し、2004年3月にはサーカシュビリ大統領の共和国入りを拒否している。サーカシュビリはアジャリアを経済封鎖するに至り、 双方の部隊が、教会付近に集結する事態へと発展した。2004年5月、独裁者とも呼ばれた、アバシゼ議長は結局ロシアに亡命し、アジャリアはジョージアの直轄統治を受けることとなった。一方の未承認国家アブハジアはロシアによって、生命線を握られていた。2004年には、アブハジア大統領選挙があったが、その当選者が、 ロシアの意に沿わない人物であったため、ロシアは大統領選のやり直しをアブハジアに迫り、アブハジアがこれを拒否すると、経済制裁を行っている。サーカシュビリとジョージ・ W ・ブッシュ2003年、サーカシュビリ政権は、イラク戦争に際して、ジョージア国軍のイラクへの派遣さらに増派を決定し、アメリカのブッシュ大統領のトビリシュ訪問をホストするなど、新米食を鮮明にし、 合わせて国営企業の民営化を推し進めて腐敗追放などによって企業活動の環境を整備した。2004年8月、サーカシュビリ率いるジョージア軍は南オセチアのツヒンバリ付近に侵入した。南オセチア直州軍はロシア軍の支援を受け両者の間で銃撃戦が起こった。ジョージア軍は後に撤退し2006年11月には 南オセチア分離独立の是非を問う住民投票が実施され、発表によれば、独立支持が99.9%に達したという。その一方でロシアは2005年頃からコーカサス3カ国に対してガスや電力の供給価格を引き上げるようになり、2006年もかなり値上げし、2007年はさらにガスの2006年価格からさらに約2倍へと引き上げた。 南オセチアをめぐって、ロシアとジョージアの対立は頂点に達し、2006年、ロシアは、ジョージアとモルドバからのワイン輸入を禁止した。理由は、有害なものが含まれていたということであったが、これは根拠に乏しいものであり、親欧米的な両国に対する懲罰の意味合いを有した。ワインは、ジョージアにとって重要な輸出品であり、ロシアは、 グルジアワインの輸出先の7割を占めていたことから、板手は大きく、新規の市場を開拓する必要に迫られた。ロシアは、ジョージアに対してはさらに、ミネラルウォーターの禁輸措置を加えた。2006年9月、ジョージア政府が、ロシア軍将校4人をスパイ容疑で逮捕し、その身柄を拘束したのに対し、ロシアは、その報復として、 ジョージア国民に対する全ての詐称の発給を停止し、在ジョージアのロシア大使館を閉鎖して、全ての郵便、輸送、鉄道、航空便を一方的に停止、さらに完全な経済封鎖などが実行に移された。モスクワ飛びりし直行便も運航停止となった。ロシア在住のグルジア人の多くは、貨物列車や貨物飛行機にすし詰めになるような形で、ジョージアに強制送還され、 その過程で死者さえ出ている。サーガシュビリは、さらに欧米に傾斜した。2007年、アメリカのブッシュ大統領がジョージアを訪問すると、空港からトビリ市の中心部に向かう国道をジョージブッシュ通りと解消したほどであった。2007年11月以降、今度は、ジョージア国内で、サーガシュビリ大統領の辞任を求める大規模デモが展開され、 500人以上の負傷者を出し、大統領はこれに対して、非常事態宣言を発令した。2008年1月、前倒しして行われた、大統領選では、サーガシュビリが再選されている。雄大な自然に囲まれ、温泉が湧き出し、なおかつ果物、野菜、畜産物など食材にも恵まれた、歴史あるリゾート地措置でのオリンピック開催には、プーチンが、 ことの他熱心だったと言われる。プーチンとしては、モスクワやサンクトペテルブルクに偏りがちな、経済発展が一方では、国内た地域との格差を拡大させているため、南部発展の起爆剤にしたいという目論みがあったと言われ、また、措置は北コーカサスのクラスのダール地方に位置し、チェチェン共和国からもそれほど遠距離にないことから、チェチェン紛争によって、非常に悪くなった。 ロシア内視北高ーカソスの暗いマイナスイメージを東京オリンピックという国際的なイベントを開催することにより払拭したい狙いがあったとみられる。かくして2007年、7年後のソチオリンピック開催が決まったのであるが、これはソチに近いジョージアにとっては決して人ごとではなかった。ジョージア政府はすぐさまロシア大統領に祝辞を送り、その一方で、 アブハジア問題をこれに関連づけた。アブハジアは、そっちから5 0トルしか離れておらず、列車も毎日運行していた。アブハジアの住民はしばしば、そっちなどで通称を行い、頻繁に往復があることから、早速国際オリンピック委員会に働きかけて、アブハジア和平の推進を要請したのである。一方、アブハジア、南オセチアの大統領も、 措置の勝利は我々自身の勝利という祝辞を発表した。ここでの両大統領の発言は自らロシアの一部であるという認識の表明であった。しかし、それは政府首脳のみならず全体の9割に及ぶといわれるロシアのパスポートを有していたアブハジアや南オセチアの人々も同様であった。彼らは2007年12月のロシア会議選挙に投票しており、 国際法的には、ジョージア国民のはずであるが、すでにロシアの内政には参加していた。これは、ジョージア側から見れば、著しい主権侵害の行為であった。旧ソ連諸国もまた、ロシアに対する警戒を強めた。南オセチア戦争で攻撃を受けたツヒンバリの、ロシア JPKF 基地破壊されたジョージア軍の T-72 戦車南オセチアにおける、 ロシア陸軍ジョージアとロシアはアブハジアや南オセチア問題、ジョージアの NATO 加盟に向けた動きなどを背景に緊張関係が続いていたが2008年8月北京オリンピックの開会式の最中に起きた両国の軍事衝突は世界に大きな衝撃をもたらした。ジョージア軍と南オセチア軍の衝突にロシアが介入したことでその緊張は戦争に発展したのである。 ロシアが外国に侵攻したのはソ連のアフガニスタン侵攻以来30年ぶりのことであり、ソ連のチェコスロバキア侵攻から40年目に当たっていた。ロシアによる軍事侵攻は欧米諸国にとっては想定外の出来事だったのであり、国際的にはロシアに対する非難が高まり、ロシア脅威論が再燃した。ことに旧ソ連構成国のウクライナ、バルト三国、 ポーランド、そして、欧米諸国からの避難は、非常に激しいものであった。オリンピックの開会式に参加していた、プーチン首相は急遽帰国して、北オセチアのウラジカフカスなど、ロシア各地をめぐって従軍する兵士を勇気づけ、民衆に対しては、社会保障の拡充やインフラ整備、給与所得及び年金給与の引き上げ等を公約して、ジョージアとの戦闘を指揮した。 南オセチアは国際法上はジョージアの国土の一部であるにもかかわらず、ロシア政府は南オセチアの住民にパスポートを発給していた。したがって、ロシア国民の保護を理由に、いつでも南オセチアに侵攻できる体制を整えていたのである。この戦争はアブハジアにも飛び火した。戦闘自体は5日間で終了し、ロシア側の圧勝で終わったことから、5日間戦争とも、 呼ばれている。五輪の住宅の寝室にほぼそのままの形で残ったロシア軍のミサイルこの戦争についてヨーロッパ連合の独立調査委員会は1年後の2009年9月に報告書を発表している。それによれば国際的なロシア避難にもかかわらず軍事攻撃はジョージア側から始めたものであった。ジョージア軍は2008年8月7日午後 南オセチア自治州の首都スヒンバリニリクと空から大規模な軍事攻撃を行った。これに対し、ロシアは翌8日未明圧倒的な規模でジョージア侵攻を開始した。ジョージア軍は南オセチア並びにアブハジアから撤退したが、ロシアはポティアゴリなどをジョージアの都市も占領し、中心都市トビリシに迫る勢いを見せた。ジョージア西部のドリ渓谷付近では、 両軍の激戦となり、ロシア軍優勢のうちに激しい戦闘は8月12日まで続いた。その結果、8月26日、ロシアが南オセチアーブーハジアを独立国家として承認するに至っている。EU 報告書は、ジョージア側の軽率な行動が直接の契機となって、ロシアの侵攻を招いたとして、同国を非難すると同時に、ロシア側もまた数年にわたって、 ジョージアに対し経済制裁などの挑発的な行動を繰り返してきたこと、ジョージアに対するロシア側の反撃は、旅の超えた大規模なものであったこと、国際法に違反して、南オセチア及びアブハジアを独立国として承認したことなどについて、その責任を追求している。サーカシュビリとしては、国内に紛争地域を抱えていることが、ナトウ加盟の障害となると考え、 分離独立を標榜する南オセチアなどを支配下に、おこうと国際世論の関心が北京に集まっている今日ついて、軍を動かしたものとみられる。結果的にはこの行為がロシアに介入の口実を与えることになってしまったとはいえ、ジョージアとしてはよもやロシア側が全面的に軍事介入するとは考えず、たとえ介入しても欧米からの援助があるものと判断したと考えられる。 その点で、ジョージアは、ロシアの反応を過小評価し、欧米の支援を過大評価したと言える。当時、ドミートリー・メドベージェフ大統領と、ウラジーミル・プーチン首相の二党支配にあったロシアは、従来より、朝鮮的な態度を取るジョージアを懲罰し、西側諸国のロシア軽視の姿勢に反撃する機会を、伺っていた。 ロシアとしてはヨーロッパ諸国がロシアから多くのエネルギー供給を受けていることから仮にコーさずに軍事侵攻したとしても強く出てこないという読みがあった。さらにロシアはアメリカのイラク侵攻は良くてどうしてロシアのジョージア侵攻がいけないのかまた欧米諸国がコソボ共和国の独立を承認しているのにロシアが南オセチアーブハジアの独立を承認して何が 悪いのかという欧米基準の優先する国際世論に対する不満も確かに存在していた。そこでは多極主義の考え方が確実に見られる。ただしロシアはジョージアがこのタイミングで南オセチアに対し先端を開くとまでは考えていなかったようであり、その証拠にはメドベージェフはロシア内のサマラ州において休暇中であったし、プーチンは 北京オリンピックの開会式に出席していたのである。ロシアとしては確かに思いがけないことであったが、衝突の1ヶ月前に、ロシア軍は南オセチアに隣接するロシア領内で軍事演習していたため、ジョージアの攻撃に対して迅速に対応できたのであった。ただし、8月12日の時点で連戦連勝の状態にあり、 首都とビリッシュにあと 40km と迫ったロシア軍に対し突如メドベージェフが軍事作戦終了を発表したことは今もって謎とされている。メドベージェフ、サルコジメドベージェフは5日間戦争終結後の2008年8月31日、この戦争はロシアの勢力圏と現地に住むロシア人を守るために必要だったと訴えた。そして、 ヨーロッパ連合の仲介によって、ようやく停戦合意に至り、ロシアが南オセチア及びアブハジアの主権を一方的に承認した上で、9月に入ってから軍を撤退させたのであった。この時、フランスのニコラ・サルコジ大統領は、EU 議長国の元首として、モスクワトとトビリシの間を何度も往復し、停戦に向けての合意案を模索した。 その時のサルコジ大統領は熱中症で倒れてしまうのではないかと心配されるほど政治的情熱を傾けて停戦合意形成のため奮闘した。メドベージェフとプーチンにとって誤算だったかもしれないのは従来進路派とみなされてきた諸国、特にベラルーシア、アルメニア、さらにカザフスタンなどからさえジョージア侵攻について積極的な支持を取り付けることができなかった点である。 これらの国々の首脳は事態悪化に懸念を表明するのがやっとであり、ロシア軍のジョージア侵攻を正当化するような発言をすることは一切なかった。当時、ロシアに好意的な国を世界中から探すならば、キューバ、シリア、リビアくらいではないかと論じられたのであり、ロシアとしては確実に孤立感を深めたのである。また、 メドベージェフが軍事侵攻の理由としてロシア人保護を掲げたことは旧ソ連構成諸国に強い警戒感を抱かせた。旧ソ連諸国には全体で1900万人及ぶとも言われるロシア人が居住しているからであった。旧ソビエト連邦は1975年のヘルシンキ合意によって第二次世界大戦後のヨーロッパの国境線を認め、 国境不可侵の原則を掲げてきたのであり、ロシアが自らその原則を破って外国に軍事侵攻し、国境を変更したという事実は重い意味合いを持ったのである。実際、8月末の上海協力機構首脳会議においては、中国も中央アジア4カ国も領土保全の原則を確認して、南オセチアアブハジアの独立を承認しなかった。結局、ロシアには、 真の意味での同盟国は一国もないということが明らかになったのである。ただし、ジョージアの国家主権を擁護するために、ロシアを相手に、経済封鎖を行ったり、外交関係を立とうという国がなかったこともまた、事実である。戦後のジョージアでは、サーカシュビリ大統領が、トビリしで15万人を集めての、反ロシア大集会を開催した。壇上には、ウクライナ、バルト三国、 ポーランドら列国の政府首脳の姿もあった。このように見るならば、ロシアは軍事的には圧勝したはずであったが、外交的にはあたかも敗北者のようであった。ロシア国民の中には和平についてサルコジと交渉するメドベージェフが一方的に譲歩しているように見えるという向きさえあったのである。2008年8月の戦争においてロシアはアメリカ合衆国やナト o を批判し、メドベージェフは 新たなる冷戦も恐れないとさえ発言した。2008年11月の年次教書演説では、アメリカのミサイル防衛構想に対抗して、ロシア連邦生誕のカリーニングラード州に最新鋭の短距離ミサイルイスカンデルを配備すると警告し、南オセチアとアブハジアにはロシア軍の基地が置かれ、また、両地域にはロシアからの天然ガスのパイプラインが付設された。 これに対し、任期終了の近づいたアメリカのブッシュ政権もロシアとの対決姿勢を強め、8月戦争直後にポーランドと MD システム配備に関する協定を締結する一方、ロシアとの間の原子力協定は停止し、さらにロシアが経済協力開発機構や世界貿易機関に加盟することは認められないと表明、ジョージア政府に対しては10億ドルもの支援を、 約束した。ナト o もまた、ロシアとの合同評議会を中止するなどロシアとの関係を凍結するに至った。サーガシュビリ政権は一層親欧米路線を強め、2009年8月、ジョージア政府は CIS から脱退、9月にはロシアに大使外交関係断絶を通告した。また、この年の3月には日本語における同国の国名表記を従来の グルジアから英語表記に基づくジョージアへの変更を要請した。オバマ一方、ブッシュに代わってアメリカ合衆国大統領に就任したバラク・オバマがロシアとの関係重視の方針を打ち出したためサーカシュビリ政権側は焦り、困惑した。2009年7月、オバマは自らはモスクワに飛び、メドベージェフと会談して両国の関係改善を確認する一方、 副大統領のジョー・バイデンにジョージアとウクライナを訪問させた。バイデンは飛びりしでアメリカはジョージア側に立つと演説し、ロシアを牽制してジョージア側の懸念を払拭しようと努めた。ただし、その一方ではジョージアに対しては再び軍事衝突を起こすことがないよう釘を刺すことも忘れなかった。2010年5月、オバマは ロシアとの原子力協定凍結の解除を決めている。ロシアにとって、ジョージアへの侵攻は、ジョージアの NATO 加盟を当面阻止した点では、成果があったと見られる。しかし、その一方で、国際的な権威とイメージを損ない、本来的な意味での同盟国が存在しないことが、明らかとなった点では少なからずダメージを受けたと、考えられる。また、軍事衝突によって、 海外投資家が資金を引き上げ、株価が大幅に下がるなど、経済的損失も大きかった。さらに、ジョージアと境を接するチェチェン共和国及び北、高架サスでは一時沈静化していた、民族紛争の再燃が見られた。その一方で、ジョージア侵攻における軍事的成功は、ロシアにおいて、軍部の影響力の増大化を招いたのであった。ジョージアにとっては、 南オセチアとアブハジアを事実上を失ったことで民主革命は大きくつまずき、サーカシュビリは厳しい政権運営を強いられるようになった。ジョージアの野党指導者も相次いでロシアを訪問するなどサーカシュビリを牽制する動きを強めた。戦争の惨禍は極めて大きなものであった。軍事衝突はジョージアのほぼ全土に及びアパートや学校、病院なども破壊された。 これに伴う民間人の死者は2000人とも3000人とも言われている。真相不明ながら、国連難民高等弁務官事務所の発表によれば、この戦争によって発生した難民、避難民は20万人に及ぶとのことである。南オセチアに居住していたグルジア人たちは、ロシア軍の侵攻によって住む場所を失い、ジョージア側に避難し、避難者のための仮設住宅も多数作られた。 現地情報によれば、南オセチアとジョージアの境界には、軍の車両が配備されているものの、ジョージアとしては、国内の治安問題にしておきたいため、票っては軍であることを明示せず、警察車両であるかのようにカモフラージュすることも、行われている。イバニシビリ・ガリバシビリ二千十二年十月、ロシアで財産を作った、実業家のビジナイバニシビリは、野党連合、ジョージアンドリームを率いて、 議会選挙に臨み、選挙では対象して首相に就任した。イバニシビリは、ロシアとの関係改善に向けて、タイル関係特別代表の役職を新設し、同年12月からロシアとの対話を再開した。この時点では、大統領はサーカシュビリであり、イバニシビリを中心とする議会とサーカシュビリの、大統領府による権力のねじれた状態が、その後約1年間続いたが、 サーカシュビリは次第に勢力を失い、イバニシュビリが実権を握る状況となった。イバニシュビリは当初から明言していた通り、1年で自ら首相を辞任し、配下の赤いイラクリガアリバシュビリを公認首相に指名したが、ガリバシュビリはほとんどイバニシュビリの意のままに動いただけと見られている。2013年11月にサーカシュビリが大統領職を離れると、 本人を含めサーカシュビリ派の大臣や、側近の多くが訴追され、逮捕者、亡命者なども現れた。こうした中、2014年3月18日には、ロシアによるクリミアセバストポリの編入が起こり、これは、特に、ウクライナとジョージアにとっては、衝撃的な出来事であった。サーカシュビリは2015年6月、ウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領から任命され、 ウクライナ南部のオデッサ州の知事に就任しているが、ジョージア政府はこれに対し、サーカシュビリのジョージア国籍を剥奪している。大統領時代のサーカシュビリは、汚職の解消に大きな実績を残し、彼が改革を施した官僚システムや行政システムは、現在、欧米諸国と比較しても効率的で無駄がないと評されているほどであり、ポロシェンコとしては、オデッサが、 ウクライナの用地である一方、ロシアの影響力も強い都市でもあり、さらに腐敗がはびこる土地柄でもあるところから、汚職廃絶に功績があり、かつ徹底した反ロシア主義者であるサーカッシュビリに白羽の矢が立ったとも考えられている。一方、ジョージアの新政権では2014年11月以降、閣僚が相次いで辞任するなど、政治的混乱が続いており、ジョージアンドリームからも、 我らが、ジョージア自由民主主義者が離脱している。全体的に見れば、イワニシュビリ以降の政権は、サーカシュビリ政権と同様、親欧米路線を強化しつつ、ロシアとの関係回復にも努力していると言える。しかし、アブハジアと南オセチアの問題は、必ずしも改善に向かっておらず、むしろ悪化の一途をたどっている。アブハジアと、 南オセチアは2008年の戦争以降ロシア化が進行しており、2014年8月にもアブハジアとジョージアの間で紛争が起こっている。アブハジアでは8月に、新ロ派の大統領、ハジムバが就任し、2014年11月25日には、ロシアはアブハジアとの間の外交政策、軍事、経済の統合を進める、同盟と、 戦略的パートナーシップに関する条約を締結した。これは、ジョージアとの境界領域に、ロシアアブハジア連合軍を配備し、集団的自衛権を高める一方で、治安面内守経済面のシステムを統合させ、公務員の給与や年金などもロシア連邦のそれに統合するというものであり、事実上、アブハジア併合を起としたものと見られ、ジョージアも欧米諸国も、 警戒の念を表明している。さらにロシア側は2015年、アブハジアとの境界線をなくしていくと発言しており、これには、党のアブハジアも抵抗している。クリミア編入からちょうど1年後の2015年3月18日、ロシアは南オセチアとの間の同盟と統合に関する条約に署名した。これにより、軍と治安機関はロシアに統合されることとなり、 25年間有効とされるこの条約にジョージア政府は強い危機感を有している。しかしアブハジア当局がロシアとの併合に強い危機感を抱いているのに対し南オセチアの場合はロシア領内の北オセチアに同胞オセット人が居住するためロシアとの統合にはほとんど抵抗がない。マルグベラシュビリクビリカシュビリ2013年11月に サーカシュビリの公認大統領となったギオルギ、マルグベラシュビリは、イバニシュビリの対話路線を維持しつつも、ヨーロッパへの統合を基本的な外交政策としている。首相の方は、2015年12月に、ガリバシュビリからギオルギクビリカシュビリにバトンタッチされた。ジョージア議会ジョージアの国旗と欧州旗がはためいている。ジョージアは、ロシアの経済悪化の影響を強く受けており、 特に2014年12月以降のルーブル暴落の影響が極めて大きい。失業率の高いジョージアでは経済における海外からの送金の占める割合が高いが、ジョージアからはシベリアの石油採掘現場のようなロシア内の劣悪な労働環境のところへ多数の出稼ぎ労働者が渡っている。ルーブル暴落によって通貨価値がそれ以前の 約半分となってしまったため、多くの出稼ぎ労働者は、ジョージアへの帰国を余儀なくされている。2016年現在、ロシアが危惧しているのは、ウクライナの親欧米路線の進化であり、サーカシュビリ元ジョージア大統領が、オデッサ知事となっていることについても、反感を強めている。また、2016年の5月から6月にかけては、ジョージアやバルト三国やポーランドなどの、 ロシア近隣地域で北大西洋条約機構及びナトウ主要国による現地軍を交えた軍事演習が相次いでいる。ジョージアでは5月11日から26日にかけてはアメリカ軍650人、イギリス軍150人、ジョージア軍500人が演習に参加し、米軍の主力戦車も参加している。ジョージア側はこの演習を NATO 加盟に向けた重要な一歩と位置づけ、こうした演習を今後とも続けたいと表明しているのに、対し、ロシア側は南高カサス地域の情勢を不安定化させるための軍事挑発であるとして厳しく批判している。ジョージアとロシアの間では、南オセチアとアブハジアの問題が、今後とも長期にわたって、関係改善にあたって、大きな障害となることは避けられないものとみられる。 今後、仮に、ジョージアに、親ロシア派政権が誕生することになっても、南オセチアーブーハジアの両地域を放棄することは考えにくく、従って、ロシアがジョージアを抱き込める可能性はほとんどないものと予想される。一方のアメリカも、簡単に、ジョージアを見捨てるわけにいかない事情がある。ジョージアはロシアからの分離独立を求める。 イスラームゲリラが抵抗を続けるチェチェンと国境を接しており、紛争の絶えないコーカサス地方にあってアゼルバイジャンアルメニアに接し、さらに南方にはイランイラクが所在する地政学上の要衝にあってアメリカとしてもここに共闘法を築き影響力を保持したいのである。加えてカスピ海沿岸の石油。 天然ガスをロシアを経由せずに、国会側そしてヨーロッパ市場へと運ぶ巨大なパイプラインが通っており、エネルギー輸送における重要な回廊の役割を果たしている。さらに、ジョージアが旧ソ連諸国の中でロシアに対抗し、これら諸国の中で民主化の先駆けを成している。この地域をめぐって、膠着状態が続くのも、以上のような複雑な事情によっている。 中ジョージアスイス大使館。ロシア大使館の閉鎖後、ロシア連邦利益代表文が入っている。ウラジーミルはシリエビッチ・ゼムスキー・フェリクス・ヨシホビッチ、スタネフスキー、ウラジーミル・ビクトロビッチ・グデフ、ウラジーミル・イラクリエビッチ・チヒクビシビリ、ビアチェスラフ・エフゲニエビッチ・コマレンコ2009年以降、ロシアからジョージアへの中札なし、中ロシアジョージア大使館。2008年に閉鎖。その後、 モスクワの中ロシアスイス大使館内に、ジョージア利益代表部が入っている。アレクサンドル・ロマヤ・バレリアン・アドバゼ・バジャロルト・キパニゼ、マルハズ・カカワゼ・ズラブ・アバシゼ、コンスタンティン・ケムラリア、バレリー・チェチェラ・シュビリ、イラクリー・チュビニ・シュビリエ・ロシキツマリ・シュビリ2008年以降、ジョージアからロシアへの中殺なし。ありがとうございます。